さおはようございます。コーヒー作っていこうかな。おはようございます。朝散歩終わってテントも跳ね上げて、乾くのを待つまで、ここに滞在いたします。マルスオリジナル天気予報は晴れ晴れ晴れ 0%。 昨日の夜も結構ね、星出てました。それた、おお、やばい、こっちの方が、あ、いいね。あ、でもウイスキーの香りめっちゃする。だからすごいすごい、だからすっごいウイスキーの香り、あのウイスキーとかブランデー系の匂い、 あのねお豆の入りは、あ、深入りやね、かなりイタリアンローストかダークローストぐらいの感じ、結構濃いな。86円やばくね。86円の方が牛乳入りのリングドーナツで、こっちがね100円の、アンドーナツ。お豆がぷくっとなってきますぜ。あー、いい匂い。こっからしてすごいいい匂い。ウイスキーが香る。はい、いただきます。はい、あ、いい匂い、いい匂い、よかった。苦え、苦い。ただコーヒーだけで飲むには苦いけど、多分こやつとめっちゃ合うと思う。一口って、一口で食べてやる、いただきます。あ、合うわ。苦いよ。苦いけど、だけど嫌味のある迷わる安物のコーヒーの棚苦いだけと違うよ。あのね、ケニアとかグアテマラとか結構あっさりタイプのコーヒー豆の深入りやから、後味がすっごいすっきり、これはいいわ。面白い味や、マルスオリジナル、マルスオリジナルパレ&エイジドブレン。ただこれね、サルタヒココーヒーとのコラボなんで、サルタヒココーヒーのどっかでも買えるらしい。いや、言ってた言ってた、サルタヒコのどこどこでも買えるんです。今日はとりあえず後ろがまだ乾いてないから、これ乾いて、であれやな、撤収ゆっくりしてったら、特にノープランなので、お昼にまたお蕎麦かなんか食べながら帰ったらいいんちゃう。じゃあ撤収します。名残惜しいけどレッドボール撤収します。
練習完了。パーク、はい、ここ RV パークです。水道も電源も、うん、ついてるやつ。左全然行けます。ここ出るときが怖かったんだ。同じくそこ見えへんかったから。15リッターのジャグ持ってきたら一緒に。さあみんなで飲みましょうか。ペツポアにもちょっと分けてあげよう。いやな、しゃあないな、もったいないけどな。いやそこはさ、あ、ミスター、スマホで写真撮って畑さんに送ろうと思ってた。なんだこれ、やば。水じゃねえのか。いや、水だけど、飲んでみたらわかるわ。あー、うまい。スルッと入っていくんだけど、お茶に合いそう。確かにお茶に合いそう、ね、喉越しが柔らかすぎてびっくり。超軟水。飲まなかったんですよ。畑さん、名水百選の水です。うまい。まあ、ほらこんな感じっすよ。やば、超綺麗な。それかダム、そこかダム。そう。わあ、鳥の声超大きい。ちょっとおしゃれ、オシャンティーな建物ですね。ヒコバエさん、おしゃれな、すごい。ここはおうどんで人気のお店だそうです。うどん定食、ざるうどん定食、温かいおうどんね、味噌煮込みうどん、あ、鍋焼きうどんとか最高。冷たいおうどん、よっちゃんはこの天ぷら付きごまだれうどんにするそうです。天丼いいな。味噌カツ丼のざるうどん付きにしよう。味噌カツやろ。でも味噌カツやで、味噌カツ。またちょっとソースカツとは違うね。うどんの量少なかったら大盛りって言っていた。うん、めっちゃ入ってる。おーい、景色がいい。これお店の
店のこれ中ですよ。店内もすごく綺麗なんです。うちのハイエースちゃんの上に買い物が落ちてるのがよく見えない。ねえ、すごい綺麗。山々も綺麗しな。そう、うん、めちゃめちゃ美味しそうな揚げ出し豆腐が来ました。うまい。ああ、幸せよかったです。めっちゃいい匂いするわ、お出汁の。うん、いい笑顔ですな。お返ししたくないけどお返ししまーす。しゃあないな。どうしよう。こっちが大盛りですってよ。ごまだれですよ、ごまだれ。おー、すごい。Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh, isn't this what you wanted? But you're blowing up my phone 'cause I didn't come crying to you. So come on, ask me.この長野旅3回目4回目。あ、味噌カツは初めてか。いい、すごいいい。いや、これなんか揚げ物、あのあれや、揚げ出し食べた時から期待しててんけど、ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。美味しかったです。いや、もうね、揚げ出し食べた瞬間からこれ来たわと思って、もう本当よっちゃんに渡したくないぐらい美味しくてごまだれのうどんもうまかったし、彦ばえさんすごくここ美味しいです。あのやってるみたいなんで、今度あれやな、まあ、また2人で来た時でもいいし、うん、みんなで来た時にもぜひね。長野そば美味しいじゃないですか。でもちろんそば美味しいのはそうなんだけど、うどんも美味しい。どうてか、うどんはここがいいね。長野ここいい、うん、ぜひここですわ。秋尾さんを連れてきたよここならあれじゃないか、美味しかったねじゃあ、よいしょ、外出たので、お昼ご飯も食べ終わりましたので、じゃあ今からはもう帰る道、ざっと3時間今日から。じゃあね、帰っていきます。いやー、めっちゃ美味しかったです、本当に。しかもね、ロケーションがいいんだよ、このお店の。ん？私たちが食べたのはこの角のところです。ここでご飯いただきました。めちゃ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 良かった、最高。よし、帰んぞ、よし帰んぞ。で、なんでこんなに汚くしてんね、お前お腹もパンパンになりまして、今高速に乗り込みました。今回の長野旅、すごいいい感じでしたね、うん、前半どうなることかと思ったけど雨でどうしようかと思いましたが、最後こんな感じで晴れて終わっております。まぶしい。こんな感じでモーリーファミリー長野県の旅、これで終了いたします。この動画いいと思いましたら、ぜひ高評価お願いいたします。ほんまや、やばい、一時中止、超綺麗。なんじゃこりゃー、雨降ってるからさ、あの全部落ちてんねやろ。あー、最高。なんじゃこりゃー、めっちゃ綺麗。もう長野最高。めっちゃ好きやわ、長野。もうあのマイナスイオンを吸いに行くんやったら絶対長野やな。では皆様、今回の動画いかがでしたでしょうか。長野旅、こんな感じで終了いたします。この動画いいと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いいたします。
たちにとっての慰めボタンとなります。頑張れボタンでもあるよ今回行ったところはね、本当にそんなに多くなかったんですよ。なんか2、3年前に行ったところを思い出しながらこうもう一回たどるっていう感じだったので、これ以外にも次回もうちょっと上の方だったりね、行ってみたいと思いますので、いい場所あるよっていうあのコメントぜひお待ちしております。森ファミリーですが、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。では名残惜しいですけれども、この辺で帰ります。皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。この急カーブでぶっこむから本当だ知らず事故多発地帯って書いてるの